いよいよスーパーヒーローテリーファンクの引退の日が来てしまいました。テリーファンク最後のファイトは数々の思い出を生みました東京の蔵前国技館です。超満員です。13,600人。お客様の中には北海道から駆けつけたお客さんもいます。大阪のファンもいます。福岡そして鹿児島のファンもいます。泣いても笑っても本当に最後のファイト、テリーファンクのあのホットなファイトは東京で終わりを告げるわけであります。テリーファンク、ドリーファンクジュニア、ザ・ファンクス対スタン・ハンセン、テリー・ゴーディの世紀のテリーファンクファイナルマッチであります。非常に盛り上がりを見せております東京蔵前国技館、もう本当に立水の余地もありません。ご覧ください、超満員であります。13,600人のお客様、これよりザ・ファンクスの入場でございます。スピニングトーホールドが鳴り響きます。控え室にカメラがどうやら入って、控え室から花道を通ってテリーファンクの背中越しにカメラが向かって、はい、お座りください、お座りください。テリーファンクのパートナーは兄ドリーファンクジュニア。テリーは最後の花道を飾らせてやる、テリーに最後の花道を飾らせてやる。ハンセン、ゴーディーは最強のチームだが、テリーを絶対に犬死にさせるようなことはしない。アリー・ドリーファンクジュニアはこう言っておりました。テリーファンクの表情をちょっと見たいと思います。花道はもうご覧のように、もう全国から集まりました。熱狂的なテリーファンに囲まれております。18年間にわたりますリング生活、今どういう思いでいるんでありましょうか。大歓声が巻き起こってまいりました。アメリカ人でありながら日本でファイナルマッチに臨むテリーファンク、私は愛する日本のファンの前で最後のファイトができるのは本当に幸せである。今夜私の全てを出し切り人生の区切りにしたい。テリーファンクはこういう風に言いました。どうやらリングサイドをザ・ファンクス2人一周するようです。劇場型のテリーファンク、本当にどういう思いでいるんでしょうか。後ろから弟テリーファンクをエスコートするように兄ドリーファンクジュニアが続きます。さあリングに登場、テリーファンク最後の試合、引退試合はテリーファンクの希望によりまして兄ドリーとともにプロレス上最高のタッグチームと言われ続けているザ・ファンクスで登場です。ザ・ファンクス入場、テリーファンク、ドリーファンクヌジア入場。試合に先立ちまして日本テレビから今リングサイドから激励の花束が送られました。テリーファンクの引退セレモニーを行います。これよりリング上ではテリーファンクの引退セレモニーが数々行われます。表情をご覧いただきましょう。まず最初にこの日のためにはるばるテキサスアマリロより来日いたしましたテリーファンクの家族をご紹介いたします。まずファンクス、ドリーファンクジュニア、テリーファンクのおじさんでありますハーマンガストが紹介されました。そしてリングサイドの下に家族がいます。アマリロから駆けつけました。長女これが奥さんです。奥さんのビッキー夫人、笑顔を見せています。画面の左側、長女のステーシーさん15歳、ブランデーちゃんでございます。そしてその右側です、次女のブランディさんがいます。リング上におります。アマリロから駆けつけました。おじさまでもあります。テリーファンク引退の直接の原因は両膝の故障でありますけれども、こよなく愛する家族たちと過ごしたいというのもこの引退理由の一つであります。おじさんのハーマンガストが今紹介されました。山田さん、お嬢さんたちがちょっと泣き顔を見せましたね。家族に花束の贈呈でございます。お願いいたします。ステイシーさんとブランディさんもう泣き顔を見せています。さあ引退のセレモニーがリング上でこれから続きます。これよりリング上、日本テレビからひとまずビッキー夫人に今花束が贈られました。続きましてマスコミ各社より記念品の贈呈でございます。こちらが長女のステイシーさん、マスコミ各社より記念品の贈呈でございます。さあリング上ではこの後セレモニー記念品の贈呈であります。まず日本テレビ放送も株式会社松垣運動部長より記念品の贈呈でございます。まず日本テレビの松垣運動部長から記念品の贈呈でありますが、日本テレビからはテリーファンクのたっての願いによりまして、日本での13年間にわたるあのガッツあふれるファイト、思い出のファイトのビデオテープが送られることになりました。テリーは日本での思い出に自分のファイトを残しておきたい、そしてあまりのテキサスに帰ってから家族と一緒に楽しみたいということを言っておりました。日本テレビから送られました。もう大きな涙を浮かべております。テリーの次女です、ブランディちゃんの大粒の涙が光りました。リング上数々のセレモニーが今続けられています。
続きましてデイリースポーツ新聞社加藤事業部長、デイリースポーツ新聞社でございます。続きまして新大阪新聞社、新大阪新聞社東営業部長でございます。続きましてベースボールマガジン社、ベースボールマガジン社池田俊美副社長でございます。続きまして日本スポーツ出版社、日本スポーツ出版社ゴングシ船木編集長より行われます。続きましてビッグレスラー平沢編集長、ビッグレスラーより行われます。続きましてエキサイティングプロレス東編集長、エキサイティングプロレス東編集長でございます。同じく贈呈でございます。数々の記念品が贈られておりますリング上、セレモニーが続けられます。ここで全日本プロレスから感謝状と金一封の贈呈、まず全日本プロレス松根社長より感謝状を読み上げます。金一封が贈られます。あなたは全日本プロレス創立以来今日までテキサスブロンコの名そのままに終始関東精神を十分に発揮されまして、プロレス界の交流に大きく寄与されました。本日の引退記念大試合に際しまして感謝状を贈呈いたします。1983年8月31日全日本プロレス会長馬場翔平。リング上では感謝状が渡されました。これが同じリング上に立ちますジャイアント馬場、テリーファンクとジャイアント馬場の日本での出会いはジャイアント馬場の全日本プロレスを旗揚げした昭和47年の10月の21日のことでした。この開幕第一戦に顔を合わせました。以来テリーファンクは打倒馬場に全力を、これにてセレモニーを終了させていただきます。ありがとうございました。深い友情へと移ったわけであります。リング上には左側、ニューチャンピオンに輝きました第14代インターナショナルヘビー級チャンピオンジャンボ鶴田の姿も見えています。ああジャンボ鶴田に祝福を与えます。テリーファンクです。テリーファンクは言っておりました。ジャンボ鶴田はもう弟のようだというふうに言っておりました。本当にニューチャンピオンに輝きましたジャンボ鶴田に熱い握手を交わしました。数々の感動的なセレモニーリング上でございますが、さあいよいよ今夜テリーファンク最後の相手スタン・ハンセン、テリー・ゴーディーがこれよりこの感動のセレモニーを打ち破るかのように入場してまいります。厳しい表情を見せます。最後の試合、おっとテキサスブロンコと飲まれております。背中がテキサスブロンコと抱えております。スタジアムジャンパーを投げ入れました。そしてどうやらドリーファンクジュニアもこのスタジアムジャンパーを1万3600人のお客様にプレゼントです。一瞬場内静まり返っております。さあ今度はスタン・ハンセン、テリー・ゴーディーのテーマ曲が流れてまいります。待ち受けるザ・ファンクス。今夜の相手スタン・ハンセン、テリー・ゴーディー、ラストマッチの文字通り相手です。すでに打倒ザ・ファンクスへの攻撃態勢は出来上がりました。スタン・ハンセン、テリー・ゴーディー、スタン・ハンセンのテーマが流れる蔵前国技館。テリーファンクとスタンハンセンの劇的な因縁はこの蔵前国技館で生まれました。忘れもしない一昨年の12月の13日世界最強タッグ決定リーグ戦蔵前決戦で突然乱入したスタンハンセンは場外でテリーファンクを強烈なウエスタンラリアットで打ち砕きました。そしてテリーを失神させました。その後一つあるたびに激突したこの2人であります。さあやってまいります。スタンハンセン、テリー・ゴーディー、今夜最強のパートナー、ヌーザーブロディーと相談の上、これまたザ・ファンクスの弟子に当たります。テリー・ゴーディーを指名して
ケリー・ファンク、ドリー・ファンク・ジュニアのザ・ファンクに真っ向から挑もうというスタン・ハンセン・ケリー・ゴーディーチーム、今入場してまいりました。ケリーの引退を早めさす男、そして断るたびに激突してテキサスの化石になれと言った男、それがスタン・ハンセンであります。ラストマッチの相手チームが堂々の入場、勝負の方は60分の一本勝負で行われます。両チームの紹介、青コーナー300パンドテリー・ゴディー、デンジャラスボーイ、パワフルな力を持っているテリー・ゴディースタン・ハンセン、これの左腕でテリーを叩きのめすというスタン・ハンセン。赤コーナー250パンドテリー・バンビー、偉大なるスーパーヒーロー、最後のファイトです。頑張って頑張ってテリー、250パンドドリー・ファンク・ジュニア、ファンク王国の運気を消してはなりません。さあファンクスは永遠のチームです。ドリー・ファンク・ジュニア60分の一本勝負、さあ五色のテープが山のようにうずたかく積まれておりますリング上、まだゴングは鳴っておりませんが激しく挑みかかるスタン・ハンセン・トリー・ゴーディーチーム、テリー・ゴーディーが正面からテリー・ファンクの顔面にパンチを食らわす、五色のテープはまだ片付けられておりません。ものすごいド迫力、テリー・ファンクラストマッチ、ザ・ファンクス対スタン・ハンセン・テリー・ゴーディーの対決、全日本プロレスの若手がこの五色のテープを今片付けようとしておりますが、早くも場外乱戦に持ち込みましたスタン・ハンセン。さあ山田さん、いよいよ始まりましたね。そうですね、しかしテリーにとって最後の試合ですが、はい、もう初っ端から荒れてますね。本当ですね、山田さん、テリー・ファンクのラストマッチですけれども、この勝負は今ゴングが鳴りました、60分の一本勝負、スタン・ハンセンがテリーをウエスタンガリアットに行きましたけれども、うまくテリーがタイミングよく外しました。さあテリーの猛反撃が見られそうですけれども、まずこの勝負は山田さん、テリー・ファンクという偉大なレスラーの集大成というふうに見たらいいんでしょうか。そうですね、もうあの勝負というよりも、本当にテリーの最後の試合、ファンクとして最後の試合ですからね。はい、竹内さん、はい、テリー・ファンクは言ってましたね、今夜は18年間のキャリアの中で一番大切な試合、しかしパーフェクトな形で勝たなければ俺のラストマッチは成功しないというふうに言ってましたね。あ、ともかくですね、難しいことを抜きにしてですね、テリーに思う存分暴れてほしいですね。はい、それにしては山田さん、本当に手強いチームですが、さあザ・ファンクス息の合ったところを見せるか、本当にスタン・ハンセン、テリー・ゴーディーというのは強いチームですね。そうですね、まあ今日の対戦チーム大変に強い、しかしね、それだけにね、テリーの最後の試合として大いにやりがいがある。今、まあ、竹内君が言ったようにですね、もうテリーに思う存分暴れてほしい、はい、私もそう思いますね。今度はテリー・ファンクからドリー・ファンク・ジュニアに一旦タッチが行われました。そしてスタン・ハンセンから、スタン・ハンセンが指名したデンジラスボーイ、テリー・ゴーディーがタップロープから思った拳攻撃、ドリー・ファンク・ジュニアの左の肩口の当たりを捉えました。このテリー・ゴーディーというのはアスライニキの選手なんですけれども、もう今アメリカのマット界を制圧する男と言われております。テキサス・ダラス地区のナンバーワン売れっ子の選手であります。ドリー・ファンク・ジュニアに技を見せました、そのテリー・ゴーディーであります。スタン・ハンセンが山田さん指名しただけありまして、実力通りですね。そうですね、大変にあの力強い若者ですね。はい、22歳、テリー・ゴーディー、このテリー・ゴーディーからリーダーシップを取りますスタン・ハンセンに今タッチが行われました。もうファンの皆様ご存知の通り、2年前のこの蔵前国技館に乱入以来、ブロディとともにテリー・ファンク、ドリー・ファンク・ジュニアはもうプロレス界に不要な人間だと聞きまくっている張本人、これがスタン・ハンセン、非常に速いつなぎを見せました。スタン・ハンセン、テリー・ゴーディーチーム、ある時はリング上でテリー・ファンクをロープを引きずり回しまして逆さずりにしたことがありました。このスタン・ハンセン、今一旦はテリー・ゴーディーにタッチを行いましたけれども、非常に素早いタッチプレイ、テリー・ゴーディーからスタン・ハンセン再び登場してまいりました。ある時はまた場外のウエスタンラリアットに送り出しまして、テープの山の中にテリー・ファンクを、落としました。そういうような変な荒っぽい技も見せましたスタン・ハンセンであります。さあザ・ファンクスはドリー・ファンク・ジュニアがここでやってまいりました。竹内さん、はい、
テリーファンク最後のリング上はやはり兄弟チームで登場してきましたね。まあ、テリーの場合はですね、もう13年前の日本初登場もファンクスとしての登場でしたからね、はい、やっぱりその最後までやっぱりファンクスという名前を大事にしてましたね。そうですね、テリーファンクはやはりファンクスに始まりファンクスで終わりを告げようとしています。スタン・ハンソンと兄ドリー・ファンクジュニアの戦いであります。非常に山田さん、この超パワフルコンビ、つなぎが早いですね。非常につなぎが早いですね、山田さん。そうですね、なかなかあの作戦を考えてますね。そうですね、まあ、相手がね、やはりあのキャンチというナウトの実力チームですからね、まあ、そういう作戦というのはよく考えてるかなと思いますね。ドリーファンクジュニアを引きずり回します。リングの中央、非常にうまい攻撃。これではどうしても弟テリーファンクにタッチが行われません。このスタンハンセン、テリーゴーディーチームはあくまでもザ・ファンクスをリングの中央に呼び入れて堂々と勝負を挑んでいます。さあ、ドリーファンクジュニアがテリーゴーディーをどういう風に料理いたしますか。弟を犬死にさせないという風に語っておりました兄ドリーファンクジュニアです。竹内さん、はい、今夜こそ冷静沈着なドリーファンクジュニアのインサイドは欲しいところですね。ともかくですね、冷静にですね、テリーを助けてやっぱりドリーには頑張ってほしいですね。しかしセカンドロープからスタンハンセンのパワフルな攻撃、腕を取ります。がっちりとドリーファンクジュニアの腕を取っています。スタン・ハンセンであります。しかし山田さん、3年前の10月の21日に引退声明を発表してからあっという間に今夜を迎えてしまいましたね。そうですね、まだ先だと自分に言い返してきたんですがね、はい、とうとう最後の日が来ましたね。本当ですね、さあ今も大声援を送っております。1万3600人の超満員のお客様、本当にこの3年間テリーがファイトをできたのはこのお客さんの声ですよね。そうなんです、このね、日本のファンのですね、声援によってね、テリーは今日まで頑張ってきたわけですね。そうですね、はい、もう本当に膝がね、ガタガタの時で本当に苦しい時もテリーは頑張ってきましたね。これはもうみんな日本のね、ファンの温かい励ましですよ。この3年間、山さんお話のように惜しみない拍手を送り続けたファン、テリーは全力のファイトを見せました。さあ、兄ドリーファンクジュニアが今夜の最後のドリーファンクラストマッチ大いに頑張っています。鋭いショルダータックルを見舞いました。鋭いショルダータックルを見舞いました。これが兄ドリーファンクジュニアであります。アマリロテキサスの偉大な星と言われました。父ジュニアの英才教育を受けて育ったドリーファンクジュニア、テリーファンク、本当に早いもんです。もう18年間の年月が過ぎているわけです。ドリーファンクジュニアからテリーファンクにタッチが行われましたけれども、分断しますね、竹内さん。うまいですね、この辺は、この辺がテリーゴーディースタンハンセンの本当にチームワークです。思い切ってロープに飛ばして2人がかりのパワフルな攻撃、スタンハンセン、テリーゴーディー、そしておっとスタンハンセンが2ドロップを落としました。思い切って助走をつけて2ドロップ、ドリー危ないだ。ドリーファンクジュニア、しかしカウント1で跳ね返します。やっとの思いでカウント1で跳ね返しました。そしてドリーファンクジュニアを捉えて脳天食い打ち、パイルドライバーに取ります。パイルドライバーに取ります。そしてサードロープの勢いをつけてスタンハンセンの猛攻であります。スタンハンセンの猛攻が始まっていますが、ここでテリーがにじり寄ってロープ越しから思い切ってスタンハンセンを捉えようとするところ、さあテキサスブロンコが始まったようだ。しかしテリーは今試合の権利はありません。あくまでもリング上を務めなくてはなりませんのはドリーファンクジュニアです。山さん、気持ちは分かりますがね。そうですね、まあ、本当に、ね、あれだけドリーがやられてますからね、はい、気持ちは分かるけれども試合となるとやっぱりルールもありますからね、守ってほしいですね。今度はバックからの攻撃、強引にドリーファンクジュニアをエビ固めに取ろうとしております。スタン・ハンセンであります。今年39歳のテリーファンク、本当に日本で13年間よく戦ってくれました。本当に最後の最後のラストマッチ、ザ・ファンクスとして登場。兄ドリーファンクジュニアが大いに頑張る、大いに頑張ります。足をすくった。さあここが冷静沈着なドリーファンクジュニア、非常に相手の動きをよく見ておりまして、ここでテリーファンクにつなぎました。テリーとスタンハンセン、さあやり合う、テリーとスタンハンセン、数々の因縁があります。なんとか今夜こそはスタンハンセンを八つ咲きにしたい、日本のテリーファンクファンはそう思っているでしょう。テリーが打ちまくる。期待が破れました。テリー、しかし思い切って左のパンチ、しかしテリーゴーディーに捕まります。まだまだしかしテリーファンクはもう絶対に倒れるまで、今夜この試合が終わった後、たとえ車椅子の生活になろうとも絶対にやっつけるんだというふうに言っております。この攻撃、竹内さんどうですか。
かなり反戦も荒っぽくなってきましたね。さあテリーパンクがバックドロップ、大歓声が沸き起こる蔵前国技館。本当にさあこれが基地体制のバックドロップになるのか。テリーがエルボードロップを打ちました、エルボードロップを打ちました。さあ NWA 世界チャンピオン時代のあの活力が前戻ってくるかどうか。最後のラストマッチカウント2で返す、サンハンセンカウント2で返しました。山田さん、この18年間テリーファンクというのは本当に根性を見せましたけれども、やはりテリーファンクの頂点というのはあの第51代 NWA 世界ヘビー級の王座についたことでしょうか。そうですね、まあ、とにかく根性ね、まあ、あの王座についたもうあれがやっぱりですね、はい、頂点だったんですね。そうですね、そしてドリーファンクジュニアも元 NWA 世界ヘビー級チャンピオン、兄弟揃っての世界チャンピオンはアメリカプロレスの歴史すでに100年を経過しておりますけれども、まさに新記録であります。この記録は破られておりません。第51代 NWA 世界ヘビー級チャンピオンテリーファンク、さあ宿敵スタンハンセンを捉えました。大学の後輩です、大学の後輩に先輩のテリーファンクは後輩からバカにされました。テキサスの化石になれと本当にバカにされましたね。竹内さん、まあ、これはですね、グレートテキサンと言われているですねテリーファンクとして非常に失礼してくる言葉でしたね。本当ですね、しかしそのスタンハンセンあるいはブルーザーブロディの造言に本当に耐え抜きました。そして今夜ラストマッチを迎えたわけです。さあテリーファンクがどうやらトップロープに足を挟まれておりまして逆さ積みにされました。こういうシーンになりますとスタンハンセンテリーゴーディはものすごいパワーを発揮いたします。テリーゴーディが強引に場外からテリーファンクの左の足を引きずっています。そして正面からはスタンハンセンが攻撃を加えようとしておりますがテリーゴーディが足を引きずる、これはいけません、これは完全に反則だ。さあ両方の膝、あ太ももに近いもうズタズタの膝、テリーファンクの右膝、ここに思い切ってニードロップを打ちます。そして蹴り上げる、まさに極悪非道ですね。スタンハンセンはそうですね、もう完全にあの集中砲火を浴びせてますね。まさに友情の欠片もありません、友情の欠片もありません。大学の後輩スタンハンセン、さあしかし先輩格のテリーファンク最後の力を振り絞って大きなパンチを打ちました。大きなパンチ、しかしチャンスになりますとスタンハンセンが入ってまいります。さあしかしテリーファンクは頑張ります。テキサスのいわゆるテキサスブロンコ底力を発揮してあくまでも試合をしてません。しかし徐々にスタンハンセンテリーゴーディはこのテリーファンクの両方の膝をもう 100% 狙ってきています。そしてスピニングトーホールド、相手のお株を奪うようなスピニングトーホールド、竹内さん、はい、このスピニングトーホールドはテリーゴーディはテリーファンクから習ったんですよね。それだけですね、テリーとしてはこんなもんには負けてられないですね。本当ですね、昔はファンク一家でした。スタンハンセンテリーゴーディ反旗を翻して今夜相対しているわけです。さあテリーファンクからドリーファンクにつながりました。ドリーが飛ばします、ドロップキックを浴びせる、そしてテリーゴーディにもドロップキックが当たった。もう一回4連発、ドリーファンクジュニアやる気満々、弟テリーの分まで頑張ります。ショルダータックル、これまたドリーファンクジュニアが打ち勝った。さあ今度はもう一回左の肩から打ち当たりました。テリーゴーディが吹っ飛びます。しかしこのテリーゴーディなだれがため、さあどうだ、ここでアバラッシュホールド、危ないぞ、大技がありますテリーゴーディです。それから強引なパイルドライバーもありますからね。そうですね、まあ、あのツムストンパイルドライバーあった、しかしドリーファンクジュニアがバックドロップを打ちました。ドリーが頑張ります、非常に技が切れています。今夜のドリーファンクジュニア、さすがに元 NWA 世界チャンピオン兄弟チーム、しかしドリーが飛ばされました。ここでテリーファンクにスタンハンセンとスタンハンセンが襲いかかります。そばにはテリーゴーディがいる、そばにはテリーゴーディがいますが、スタンハンセンを強引にロープの外に送り出したドリーファンクジュニア、中ではテリーゴーディとテリーファンクがやり合う、外ではドリーファンクジュニアとドリーファンクジュニアとスタンハンセン、さあテリーゴーディがリングの上だが、これはロープの外だ、ロープの外でハンセンとドリーファンクジュニア、さあロープの上ではテリーゴーディがタップロープに上がって、さあウルトラシーボディープレス、フライングボディープレス失敗、膝を打ちましたテリーゴーディ、今度はドリーが飛ばされた。テリーファンクが最後の力を振り絞ってトップロープに上がった。おっとうまく回転襟がため、これが決まったか、決まったか、完璧です。見事な
回転エビが止め、ローリングクラッチホールド、頭から飛び込んでいきました。テリーファンクラストマッチ白星で飾りました。カウント3が入りました。大喜びの奥さんのビッキー夫人、そして子供たち2人であります。さあしかし勝負は終わりました。ラストマッチ白星で飾りました。テリーバンク、ドリーバンクジュニアのザ・パンクスでありますが、しかしリング上またまた大暴れであります。山田さん、あ、ウエスタンラリアット、テリー、いや、スタンハン戦のウエスタンラリアット、試合を分けようとしております全日本プロレスの若手の一人が餌食にされました。しかし堂々ラストマッチザ・パンクス、山田さん勝ちましたね。そうですね、本当にテリーはね、最後の最後までね、はい、一生懸命もう全ての力を振り絞りましたね。勝負は12分35秒、ザ・パンクスがスタンハンセン、テリー・ゴーディを打ち破りました。見事にテリー・パンクラストマッチ勝利、白星、堂々の白星で飾ったわけであります。さあしかしリング上テリー・パンクが、テリー・パンクがちょっとダメージが大きいか、膝がもう完全に動けないんでしょう。竹内さん、竹内さん、タイプロープから飛び込んできた回転エビ固めは本当にテリー・パンク18年の集大成ですね。ただですね、やっぱり最後にやっぱり反省をしとめられなかったことがですね、はい、唯一やっぱりあのテリーファンとしてはここ残りですね。そうですか。しかし勝利は握りました。テリーファンクであります。テリーファンク最後のファイトでした。テリーは約束通り日本のファンの前で燃え尽きました。本当に立派です。本当に偉大なレスラーです。もう波のレスラーでしたらとっくにリタイアしていることでありましょう。もう両膝はたびたびご紹介しましたように過去4度メスが入っています。両膝をだましだましこの3年間を戦い抜きました。テリーは煩悩の赴くままにひたすら過酷な戦いの日々を送り続けました。そしてドリーとテリーのザ・パンクスが日本のリング上に登場して13年、その変わらぬ実力と人気を維持してまいりましたが、テリー・ファンクは、そしてザ・パンクスは今夜限りで解消ということになります。山田さん、ちょっとこの期待のタッグチームザ・ファンクスは今夜限りで終わりなんですね。そうですね、もう本当にね、とっても悲しいけれども、やっぱりテリー自身が決めたことですからね。山田さん、本当に寂しい気がしますが、おっとリングサイドにまたスタンハンセンがにじり寄ってまいりました。さあ起死回生の最後のトップロープから飛び込んでの回転エビ固めを見せて、ちょっと膝を打ったようです。先ほどからご紹介しているように今夜リングを去りました。アメリカに帰りまして直ちに両方の膝の手術、5度目の手術になりますけれども、膝の手術を受けることになっております。テリーファンク、もうまだリング上で立ち上がりません。カメラの方はスタンハンセンを映し出しておりますけれども、スタンハンセンも容赦なく先輩のテリーファンクに戦いましたけれども、今夜ラストマッチ勝負の方は敗れました。この後リング上ではテリーファンクから1万3600人のお客様に熱いメッセージが送られることになっておりますけれども、あ、今やっと安寧の体勢で立ち上がりました。心配そうに背中を押さえております兄ドリーファンクジュニア、そして、リングの下にはジャイアント馬場選手もどうやら駆けつけました。果たしてファンの皆様に熱きメッセージを送ることができるんでありましょうか。熱きメッセージを送ることができるんでありましょうか。もう何人もの女性ファンが泣いています。この3年間私はもう本当にいろんな全国の会場で目撃しました。今夜も本当にテリーファンクの、いわゆるファンもう大いに泣いているようです。竹内さん、はい、いかがでしたラストマッチ。やはりですね、最後の最後までテリーはですね、本当に素晴らしい試合を見せてくれましたね。本当ですね、まあこれでテリーファンクがリングを去るのは本当に寂しい気がするんですけれども、山田さん、ジャイアント馬場選手はですね、アメリカに帰ったテリーからもう体は良くなったぞ、もう安心してくれ、日本のリング上でカムバックしたいんだが、そういうような国際電話を待っているというふうに言ってましたね。そうですね、不安もですね、やっぱりそういうカムバックしてほしいと、いつの日か良くなったらと思っている不安の方も多いだろうと思いますね。本当ですね、また館内1万3600人のお客様がちょっと、騒がしくなってまいりました。背中スタンハンセンです。スタンハンセン、今日はテリーファンクのラストマッチ、何が何でも、勝ってやるというふうに吠えてましたけれども、結局テリーゴーディがピンフォールを取られまして敗れ去りました。スタンハンセン、テリーゴーディ、これがテリーファンクであります。
日本にあの力道山がプロレスを広めてから30年が経過した今日、このテリーファンクもこの日本のプロレス界に一時代を作りました。山田さん、まさにそうですね。そうですね、あのテキサスリューの非常にホットな熱いファイトですね。このテキサスの根性を丸出しにしたテリーのファイトというものは日本のプロレスに全く新しいページを開いたと言っていいでしょうね。まあ、日本のプロレスに永遠と残る偉大なレスラー、それはテリーファンクではないかと思います。さあ、ファンのために熱きメッセージをお届けしましょう。果たしてテリーファンクはメッセージを述べることができるでありましょうか。声が聞こえてまいりました。本当にたまりません。日本は大好きだというふうに言いましたね、山田さん。そうですね、最後の最後まで日本を愛してるって言ってくれましたね。そして日本語でさよならさよならというふうに武井さん言いましたね。しかしですね、日本の方はみんなテリーが帰ってくることを待ってますね。そうですね、本当に人待ち自由な世界に舞い戻るテリーファンク、自由な世界で好きなようにのびのびとテリースマイルを振りまいて今後過ごしてもらいたいと思います。そして山田さん、最後にテリーファンクに放送席からお願いですけれども、いつの日かまたカムバックしてもらいたいですね。そうですね、もう本当にあの映画をね、もう一回見たいですね。竹内さん、いかがですか。もうクラバイク以外のお客さんもですね、全国のファンもみんな待ってますね。スピリングトーホールドでお別れです。皆さん、どうもありがとうございました。どうも。どうも。